こんにちは。Adobe Express を楽しく簡単に使いこなしていますか？今回も Adobe Express ベータ版を紹介していきたいと思います。Adobe Express ベータ版のホームの画面です。まだベータ版ということで追加されていないテンプレートも多いんですけれど、今回ご紹介しますのはこのマーケティングです。ここをクリックします。そしてプレゼンテーションをクリックします。インフォグラフィックというのがあるんですが、これまで、ね、なかったんですよね。このインフォグラフィックのテンプレートを選択クリックします。はい、インフォグラフィックの編集画面が表示されました。左側に1338件のテンプレートが表示されています。このインフォグラフィックって何かなということで、これをクリックします。はい、覚えよう英語の 6W ということで、一つの画面の中に情報を表示してくれるグラフィック、情報を、ね、整理するまとめるテンプレートでございます。なんかね、見ているだけでも楽しいですよね。これは何だろう、アクティブエイジング、体を動かそう、そしてここはよいしょ、名前県五大自然公園とか、さまざまな情報を一つの画像にまとめることができる、テンプレートでございます。もちろんね、このテンプレートは、編集することができます。面白いですね。こうクリックするとね、マウス持っていくと、この、ボックスが表示されますんで、ここをクリックすることによってね、文字をね編集することができます。はい、なんかね、面白いことが、できそうな、グラフィック、インフォグラフィックでは、ないかなというふうに思います。これ一回また元に戻りますと、テンプレート、花札なんかとか、ありますね。なんか面白いと思います。あ、サウナの流行り方、こういうのもいいですね。こんな感じでね、情報を画像としてまとめることができますんで、これ新しくね、追加されましたんで、試してみると面白いことがね、できるのではないかなと思います。今回は Adobe Express ベータ版のマーケティングプレゼンテーションに入ってますインフォグラフィックについて、ご紹介しました。面白いですよね。本当ね、Adobe Express ベータ版ではこれまでなかったものがね、新しく追加されてますんで、あれこれね、確認して、使ってみてください。はい、そしてね、今現在、無料で Adobe Express を使ってる皆さん、そしてこれから Adobe Express をね、使ってみたいなと思ってる皆さん、すべての機能が利用できる有料版、プレミアムプランも用意されてますんでね、ぜひご検討のほどお願い申し上げます。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。よろしければチャンネル登録、そしてメンバーシップのご登録もよろしくお願いします。